い、どうも、こんちゃ、あ、こんちゃでございますね。こんちゃでございます。半額弁当がいっぱいあるんだけど、その前にちょっとご紹介。なんかね、ギフタンメンっていうのが売ってたんで、これ食います。ギフタンメンです。なんだか全然知らないんだけど、初めて見たよ、俺、このギフタンメンなんてさ。なんなんこれは。よくわかんねえんだけど、中になんかスープとかなんかいろいろ入ってんな。火薬が、この火薬はやっぱこれ開けていけないといけないんだ。ギフタンメンだってよ。結構高かった。これ200ね。あれ開かねえな。200ね。200円以上した。これ。うん。200円以上したね。ちょっと値段の高いカップ麺なんで、まずかったら殺す。はい。ってことなんですが、ギフタンメンだね。なんなの知らないんだ俺、ギフタンメンって初めて知った。うん。で、中にこんな具材が入ってて、野菜とか豚肉の乾燥したやつとか入ってますね。で、これにまずお湯を入れます。お湯、お湯。うん。よし、それでお湯入れて何分かこれ戻す。何分かけるのこれ。4分。4分やるんで、で、その4分やってる間に何するかって言ったら、こっちのお弁当を紹介しましょう。まあ、ちょっともね、何度も今まで紹介してるんで、軽くいきます。で、これがまずですね、半額ピザがありますがですね、これは単なる人間やかしでしばらく来る予定ないですね。まあ、このトマトが入ってるのに多分美味しいと思うんですが、とりあえず死ねーみたいな感じですね。はい、それでこれ、これがですね、体重い黒酢仕立て、鶏と野菜五目弁当ってのがありますね。これがありますね。あと、これがですね、彩りおかず幕の内ってのがありますね。それからこれが牛焼肉弁当ですね。これがちょっと高くて250円するんですね。これは200円、200円です。199円だから。で、これがですね、黒米ご飯の赤魚最強焼き弁当っていうのがあるんですよ。これあるんですよ。でね、これどれ食うかなんですけど、弁当の中身がこれがもうね、何度もこうやってぶん投げたり、どっち行ったり、いろいろやったり、はっ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 てやって、もう中身がぐちゃぐちゃになってわけわかめになってるんで、これから食いたいと思います。これをまず食います。はい。で、もうご飯がですね、もうこれ結構買って時間経ってるんで、ごわごわになってるんで、ご飯の上にまずちょっとお湯をかけてですね、それから、ですね、電子レンジでチンして食います。それでいきたいと思いますね。まだね、買ってね、そんな時間が経ってないので、腐ったりとかそういうことはしてないはずです。大丈夫です。弁当はそう簡単には腐りません。大丈夫ですね。ただ原型がもう、ね、ちょっと中身がね、なんか、ひどいことになってんな、原型が。で、ご飯にこうお湯をかけば、ピエーって。なんかちょっと、変に酸っぱい匂いがして危険なような気しますけども、もともとこれはですね、わかんない。危ないかもしんないね、案外ね。じゃこれ、カエルちゃんこう押すと自動的にドアが開くことになると。はい、急いでくれ。よし。うん。おい。あと。で、うん。で、ちょっと危険なんで2分ぐらいね、やりたいと思います。で、これはまあ後回しね、これいらない。ね、これもしばらく食わないね、これもいらない。あ、やばい、ひっくり返っちゃった。で、これもいらない。ピッて。ってことで、これは後回しでございますね。あ、弁当ひっくり返っちゃったら、これひっくり返っちゃった。よし、頭の中身がもうぐちゃぐちゃになっちゃった。で、これが、こうなっていて、じゃ次にこれ、じゃこれが来るってことですね。これをね、どんなもんか。ギフタンメンっていうのがあるんですね。なんか普通のタンメンとちょっと違うらしくて、裏に能書き書いたらと思ったら書いてなかったんで、うん。まあちょっとね、うん。どういうもんなんか、ギフタンメンは普通のタンメンとは違うらしいんですよ。うん。なんかね、ホームページでギフタンメンって検索するとね、出てきます。ギフタンメンとは何か。ギフタンメンとは関東地方の一般的なタンメンと違い、豚肉、白菜、キャベツ、人参から旨味を抽出し、塩出しスープと合わせたシンプルなものも味わいの深いオリジナルのタンメンですって言いますが、関東の一般的なタンメンは、豚肉、白菜、キャベツ、人参などから旨味出してますんで、どこが違うかよくわかんないですね。うん。野菜の甘みが出てあっさりしながらもニンニクのパンチが効いたオリジナルの塩だしベースの旨味スープ、そしてお好みの量のなんかカラージアン、これですね、カラージアンを入れることによりより美味しくなるよってことですね。はい、そういったことなんですけど、これをお話を聞いてるだけだ
にある普通のタンメンと同じですね。いろんな野菜と豚肉から旨味を引き出して、まあ美味しくするっていうことなんで、で塩味でやるってことなんで、普通の関東のタンメンと同じような気がするんですけどね。うん。はい。何が違うのかよくわかんないですね。まあいいや、とりあえず、ごちゃごちゃ言う前に、まあ200、しかもこれ200円って結構高いからね。まずかったら、殺すよ俺本当に。うん。怒るから俺は本当にね。じゃあいただき魔法。じゃあね、これね。じゃあちょっとね、うん。じゃあこんな感じで、最初はね、味変しないでこれを入れないでやってみましょうか。うん。うん。殺す。殺すってことで決まりましたね。じゃあちょっと弁当食いましょう。はい。うん。うん。よいしょっと。うん。うん。弁当ちゃん。あっちゃっちゃっちゃ。はい。まあね、こんなもんだと僕は思ってましたよ。うん。でもあえて、まあ200円だからいいんやなと思って買ったんですけど、普通の、塩味のカップ麺です。はい。普通の塩味のカップ麺で、この味わいだったら、なんか弁当変な匂いするな。大丈夫かな？まあいいや。この味わいだったらね、普通の、100円の一番安い塩味カップ麺買ってきて食っていいです。それと同じレベルです。うん。麺もなんか、取り立ていけるとかいう感じもないし、うん、スープもあれですね、まずくて食えないってことはないですけど、これだったら100円のカップ麺で十分ですね。うん、うん、じゃあちょっとこっちの弁当はどうなってるか気になるんだよな。大丈夫、最強焼きですね。最強焼き、うん、最強というのはですね、西の京都と書いて最強というものであって、俺は強いぜの最強ではございませんので、その辺誤解のないように。うん。うん。あ、ちゃんと食える。大丈夫だ。うん。問題ないや。こっちも。うん。で、この謎の黒いご飯。うん。うん。まあ、いいんじゃないでしょうか。うん。うん、大丈夫だ。食える、食える。普通に。うん。で、この謎の、鬼のようにちっちゃいこの、うん、この、唐揚げ、なんか唐揚げじゃねえや、かき揚げが入ってますね。うん、何だかよくわかんない。まあいいや。うん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 。そうですね。200円。ニンニクがちょっと入ってるんですけど、スープの中にもともと。うん。別にって感じですね。うん。うん、ちなみに、うん、ちゃんとしたお店があるんですよ。岐阜タンメンっていうので、うん、高いね。まあ岐阜県と愛知県しかなくてこっちしかないんですけど、一杯ですね850円もしますね、タンメンでね。なかなか高いよね。まあ実際カップ麺だけでね、本ちゃんの味がねどういう風にねなるか分かんないんで、まあ食ってみなきゃ分かんないんですけど、うん、まあ日本にはね、日高屋というね、日本というか関東には日高屋ですか、うん、というまあ美味しいタンメン屋もありますし、うん、日高屋のタンメン美味しいよね。あと山田うどんのタンメンも好きっていう人は好きですね。俺はね、タンメン基本的に日高屋が好きなんですけど、うんうんうん、それよりまずかったら本当殺すよ。うん、値段が全然高いんだからさ、うん。で、この辛味あんっていうのを入れるらしいんですよ。これ入れると、また味が絡んで良くないっていうような感じだということなんで、まあ、ちょっとね、うん、この、そろそろこの辛味あんっていうのは何なん一体。辛くないっすね、全然。うん、全然、何なんこれ。辛いとか全然辛くねえじゃん、これ。うん、全然辛くない。うん。うん、見かけ直しですね。はい。全然辛くないから、当然ラーメンに入れたって辛くないわけですね。全然辛くないの、これ。何なんだよ。うん。うん。なんか全然辛くない。直接舐めても辛くないんだからさ。
ラーメンに入れて辛くなるわけねえよね。ふざけんなよ。何なんだこの肉タンメンっていうのはよ。うん、まあ岐阜に行ったらあの、謎のカレーうどん食ってりゃいいような気がしますけどね。あのカレーうどんの下になぜかご飯が入ってるっていう、あのカレーうどんですよ。うん、で名古屋に行きゃもういろんな名物がありますもんね、ひつまぶし、エビフライ、まあ根本的にまあ、よくわからないあのモーニング、あの愛知県のモーニング、夕方になってもやってるモーニングみたいなね、アホみたいに量の多い、どうかな、でも俺あんまあっちの西の方って行かないからさ、どうなんだろう、関東の方になんかイベントとかで出店してきたら、まあ、まあ食ってもいいかもしんないけどな、もう脇自体がな普通のタンメンだもんね、豚肉、白菜、キャベツ、ニンニクから旨味を抽出し、塩出しスープと合わせた、シンプルながらも味わいの深いオリジナルのタンメンですって言いますけども、これでは関東の一般的なタンメンと一緒ですよね。どこが違うんだって話なんで。なんなんだこれよ。あ、なんか豆板醤入れたみたいな感じだね、これね。これ単なる豆板醤じゃん、この辛味っていうの。全然味が豆板醤だよ。何それでさ、これお店と行ったらさ、この豆板醤を入れる通貨料金取るの？まあ別にいいけどさ、取ってもさ、まあまあもちろんこのインスタントラーメンに入ってるものとこの実際お店で食うものは全然違うってことはよくあるから、まあ、そういうもんかもしれないけどね、お店で食うとね、ギフタンメン850円ですんだよね。で半チャーハンが300円で半チャーハン餃子で400円かプラス、で辛さを増やすと、30円から100円、この、この辛みが出てくるらしいんですよね。で、替え玉が150円。野菜増しが150円。らしいんですよ。で、ニンニクを入れると60円増えるらしいんですよね。なんかどんどんお値段が上がってくるしね。ひだがやとかニンニクタダじゃなかったっけ、確かテーブルにあって違ったっけ、この辛味はもう完全に豆板醤です。これはもうその味しかしないですよ。しかも見た目に比べて全然辛くないです。でスープは普通のあのあれです、安いあの塩ラーメンと一緒です。はい。で麺も安い普通のラーメンと一緒で、なんかあのいろいろやつと違うないです。あの見かけ倒しっていうか、まあなんなんなんだ、ギフタンメンとか言って全然有名じゃないじゃん、そのさ、まあどうなんか知らないけどさ、どういう戦略でどういうふうに始まってどういう歴史があるのか俺も全然よ。なのでね、いろんなご商売をされる方はいろいろね、創意工夫してね、頑張っていろいろ考えてやってらっしゃるんで、まあね、そういった努力をね、頭ごなしにね、否定するのはね、それ良くないとは思いますよ。でもね、あの美味しくないのは美味しくないんですよ。それだけの話ですね。ただね、何度も申し上げてる通りで、俺は別にグルメ評論家でも何でもないので、単なる味音痴のね、
味音痴のデブでございます。味音痴のあのデブで本業は司法書士でございましてですね、料理とは何の関係もないところで生きてる人間でございますので、まあそういった人間のかな、うん、舌は信用できない、うん、あ、いや、2麺はやっぱ美味しいんだっていう人は、まあそれはそれで俺は否定はしないよ、うん、でも少なくともこのカップ麺はもういらない、このカップ麺はもう買わないですね、うん、うん、美味しくないもんな、うん、美味しくないし辛くない、見た目がギトギトなのに何なんだろうと思いましたね、うん、普通の塩ラーメンですね、うん、あの100円の塩のカップ麺で十分です、これだったら、はい、うん、だから多分どうなんだろうね、うん、この本ちゃんのきちっとしたお店行って850円のギフタンメンがどういう味なのか、まあ、これは私は食ってないんで何も言えないですけど、なんかこのカップ麺食っちゃうとあんまり行こうとも思わねえなみたいな、まあそんな気もしましたね。というわけでね、ギフタンメンということで、あのスガキ屋が作ってるのかな、うん、お送りしました。スガキ屋、まあ結構美味しいカップ麺を作ってるんですけどね、このギフタンメンはダメですね、はい、ということですね、はい、以上です、どうもごちそうさんでした、失礼いたします。